今日の活動報告、自民党支部長幹事長会議に出て挨拶をした後、すぐ選挙カーに乗りまして、藤崎ファーストタワービルで、公明党の庄司さんと一緒に街頭に立って約20分間演説をいたしました。その後選挙カーに乗って私の地元、仙台市の宮城野区を車でぐるっと回った後、事務所に戻ってきて初めてのインスタライブに臨みました。初めてなので非常に緊張いたしましたけれども、多くの方にいいねと言っていただいて嬉しく思います。選挙最後まで頑張ります。